さあまずは岩尾さんから、はい、ということでこうワンちゃんのお名前とワンちゃんとの仲良し溺愛エピソードち、はい、ちょっっっとここで語っちゃってください、はい、は、えー、僕はあのトイプードルのつくし君という、えー、トイプードルをずっと飼っています。あ、いが もうタイプです僕は <laughs> 本当にもう顔が好きです <laughs> <laughs> もちろんあの性格も可愛いらしいんですけども、まあ、こういう写真もあるように、えー、ワンちゃんと泊まれるような温泉旅館とかそういうところにも一緒にたまに旅行に出かけたりとかもしてますしもう、まあ、10年近くつくしと一緒にいるんですがなのでもう10年近く人間とは旅行に行っていないつくしとしか行っていないので、はい、だからもうそれぐらい僕にとって、えー、大切な存在ですね。はい、かけがえのない存 存在だというのが、話を聞いていて、ぴンぴン伝わってきました、はい。あ、そうですか、ありがとうございます。S.、うん、N. S. のアイコンとかも全部つくし君と一緒ですもんね。そうですね、フォロワーこそ少ないですけれども。<ー> <laughs> <laughs> インスタグラムは本当に、あの、つくしの写真を上げるだけのインスタグラムをやってます。<ー>はい。点欲しい方いらっしゃいましたら、挙手お願いします。よろしいでしょうか。ありがとうございます。